はい、8月19日朝6時15分の相場解説、ドル円でございます。いつも通りなんですけど、これ1時間から見てます。私ね、ここで止まるかと思って見ていたんですけども、こっからね、さらに行きましたね。N 字を書いて。ね、これも仮説のうちの一つにありましたけども、N 字を書いて、下の方に行くよっていうのがね。だからここをブレイクしてからの間、ここは取れてるんではないかなと思いますよね。私は寝ていたんで、取れてませんけども。で、4時間の方行きます。4時間の方もね、動きがすごくわかりやすかったですよ。はい、こんな感じですよね。ですんで、ここが一つのポイントになって、ここを超えたら、また取れるんだよっていうところでね。じゃあどこまで行くのかなって言ったら、やっぱりこう、揉み合ってるこの辺りまでね。ここまでは取れたんではないかなというところでございます。1時間と符号するでしょ。で、4時間を見た後は、今度デイリーの方。いつもとは逆の方向で見てますけどね。これは1時間だったら、デイリーの方を見てみます。こうデイリーの方を見るとね、ここは私ちょっとわかんないです。すいません。デイリーの方は追い切れてないです。というのが、このゾーンを当てにすればですよ。やっぱり上の展開かなと思ったら、また下の方に戻ってきちゃったんですよね。だからデイリーは、ちょっと何日かね、積み上げて、日を積み上げて、検討しなければならないかもしれません。これ上目線なのか下目線なのか、デイリーに関しては、私全くわからないですよ、これはね。私の苦手な分野に来たと言ってもいいです。ただ、私の主戦場は、1時間なんで、1時間で、別に利益確定できますね、いくらでも。1時間やっぱりいいな。1時間、4時間、このあたり見とけば、私の場合は利益を逃すことはないかなと思っております。で、今日の展望といいますか。じゃあ、これからどうやって儲けていけばいいのかってことなんですけども、なかなかね、利益出る方って、そうやって毎日やってるのに利益出ないなと思ってると思うんですよ。申し上げますけども、毎日やるだけでは、やっぱり足りないなと感じたら、ちょっとやる時間を増やさないといけないですよね。それこそね、1ヶ月とかをもう FX 付けにしてみるとかっていうことをやんないともう変わんないと思うんですよ。で、今と同じペース、もしくは、今日は忙しいからってんでやらない日もあるっていうね、こういうね、1日に本当に何十分とか、1時間前後っていうペースをたまにやるぐらいでは、なかなかね、私今筋トレをしてるんですけども、筋トレもね、毎日やってるからって、効果出ないんですよ。最初のうちは効果出ますよ。最初のうちはいろんなことを学び始めるんで、あ、これ本当だみたいなことがあるんですけども、ずーっとやっていくと、それは誰でも、初心者のうちは誰でも、ね、感じる領域だってことがわかるんですよ。まあ、ですんで、初心者を脱出してね、中級者、いわゆる、エントリーすればマイナスはとりあえずなくなったよと。あとはプラスを効率よくどのぐらい積み上げていくかだけだよっていうふうな中級者のレベルに入れるかどうかっていうことなんですよね、問題は。だからなんかこう、反省ばっかりして、その反省が次に繋がってないようだったら全く意味がないんで、私からのね、今日アドバイスなんですけども、これ、今までも何回も申し上げてますけども、反省点は必ずノートに紙でね、鉛筆でボールペンで書くってことなんですよ。これを自分のバイブルとして一冊の、大学ノートが出来上がるまでね、大学ノートっていう表現ももう古いですけども、そういった自分のバイバルができるまではやっていかないといけないですよね。私の場合はそれを YouTube でやってるって話なんですよね。それでは本日は以上です。